ブチャラティたちはポルコの隠し財産を取りに行くためヨットでカプリ島に向かっていた。そこで次々に仲間たちが敵の謎の能力で姿を消し、とうとうブチャラティだけになってしまった。カモメが飛んでるってことだ。もう陸が近いってことだ。とうとう一人ぼっちになったな、ブチャラティ。てめえ、一体。おう待て待て待て、おう喋んな、この俺だ。俺が仕切る。おめえは黙ってろ。おめえのメソメソしたセリフなんて聞きたかねえんだ。俺が質問して答えろって命令するまで口を塞いでろ。耳くそをかっぽじるのは許可してやる。いな、よし。俺はおめえをわざと最後まで残してやる。ブチャラティ、おめえのことはいつだって自由に始末できるし、おめえの仲間はみんな生きて、いや、生かしてやる。貸し状態だ。ありがたく思う。殺して海に捨てることもできた。お魚さんたちが食いやすいように細切れにしてな。それでだ、お前さえその気なら仲間は元通りになることもできる。おめえが今向かっている4億、いや6億円のポルポの隠し財産のありかを俺に教えればな。貴様、組織のものだ。なんかおめえ分かってねえな。ぶっ殺すぞ、めこら。いいか、喋っていいのは6億のありかだけだ。それ以外の言葉を一言でもその便器に向かったケツの穴みたいな口から吐き出してみろ。一言につき仲間一人殺す。何って聞き返しても殺す。くしゃみしても殺す。黙ってても殺す。後で嘘を言ったと分かったらまた殺す。いいな、注意深く神経使って喋る。それじゃあ質問するぜ。6億はどこに隠してあるんだ。ウミネコ。どこだって。ウミネコだ。ありゃカモメじゃねえぞ。ウミネコだ。どうやって見分けるか。ニャーニャー鳴くのはウミネコだ。お前はカモメって言ったが、ありゃウミネコの間違いだ。一人ぶっ殺す。やってみろ。おめえがどこにいるのか分かった。引きずり出されなきゃな。さっきデッキを殴ったのはアバッキを探すためじゃない。船底に穴を開けるためだ。アバッキはお前がどこに潜んでいるのか謎を解いた。それを自ら証明していってくれたもんでな。あそこに穴だと。お前がどこに潜んでいるのか、どうやって見分けるのか。アバッキオの血だぜ。アバッキオはわざと拳を傷つけて流した血を俺に見せてくれたんだ。血の流れはデッキの床下に落ちていなかったんだ。血のりは途切れていたんだ。デッキの表でぶっつりとな。アバッキオの体はデッキの下にはいないってことだ。つまりどういうことか、どこに引きずり込まれたのか。もうバレたんだ。溺れんのが嫌ならよ、出てくることだな。船は2隻あった。ヨットの上にもう1隻のヨットを薄っぺらにかぶせて隠れていたんだ。貴様はその表面の薄っぺらの船の中を移動して俺たちを攻撃してやがった。そばに来るじゃねえ、ブチャラティ。仲間をぶっ殺せ。てめえは姿を現した。そんなシャバい脅しにビクついてギャングがやってられるかどうかはてめえ自身がよく知っているはずだ。やめれば許してやる。だがアバッキを刺した瞬間、てめえの命も取る。
ジョルノが言った通り、隠れて攻撃する能力ってことは、それが弱点、呪いありますか。倒した敵からの話で、カプリ島にはすでに敵の仲間が待ち構えていることを知り、先手を打つため、ミスタとジョルノはカプリ島に前乗りして迎え撃つことにした。